こんにちは、坂東です。こんにちは。こんにちは。小山弁当部長です。はい。よろしく。はい、めっちゃ緊張してます。今月から、毎月1回お弁当の会というのを、まあ、やるということで、説明お願いします。急に。まあ、まずなんで弁当を始めたかと言いますと、うちの会社年に2回ぐらい社内で展示会をやりまして、その中で一番初めは確か専務が弁当を選んでたんです。ただ専務ギリギリまで弁当を選ばなくてちょっと不安なところも多く、それを引き継いだのが初めですね。はい、で展示会で3食出して、その頃はコロナ前だったのでお客さんにもちょっと振る舞ったりとかして、まあ、徐々に知名度を上げていきまして、でつい先日の展示会の中で、社長がやっぱりこれ毎月みんなに振る舞わねっていうところで、今月から、弁当を皆さんに振る舞う会を開催しました。今絶賛今プロジェクトネームを募集中なので、皆さんの方で何かありましたらいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回のお弁当ですが、鳴宮さんのなんだっけな、博多明太のりから&じゃこしそ明太ご飯です。ちょっともう一回取り直そうか、これ。博多明太のりから&じゃこしそ明太ご飯と牛タンメンチカツ弁当です。です。はい、この鳴宮さんですけども、博多ではかなり有名な明太子を作ってるところでして、オリジナルの何か液体につけたすごく美味しい明太子ということで、かなり評判もよろしくてですね、今回はこちらの鳴宮さんにしました。1回目、記念すべき1回目です。はい、で中でもちょっと今回気になっているのが、この中に入っている牛タンのメンチカツ。確かに、はい、これがなかなか評判が良くてですね、口コミ見てても皆さんこれが美味しかったと。はい、楽しみです。はい、楽しみですね。開けていきます。ドドーン、明太子が大きいですよね。すごい、かなりバランスよく、すごい。あ、そして、そう、通常の醤油ではなくてこだわりのだし醤油、これをご飯等にかけて食べるとなおうまいと、そういった口コミもございました。おいいですね、この赤のバランスと。まあ、ちょっと唐揚げが大きいのでやんちゃだね。ちょっと女性には多いかなとは思うんですが、食べていきましょう。せーので、いただきますなんですけど、一緒にお願いします。わかりました。せーの、いただきま す。それではいただきます。まずやっぱり明太からいった方がいいのかな。あとは卵焼きからいきます。高菜、やっぱちょっとあれですね、九州の良さを感じますよね。明太と高菜とたらこはほぐす派？なんで卵？まずは卵焼きですよ。いや甘めですね。甘め。甘めの卵焼きです。私は甘めが好きなので、はい。あ、高菜は味濃いね。高菜はご飯と食べないとですね。うん。明太もちょっと違う。これなんか、大学芋的なやつだね。大学芋的なやつで、うんうん、なかなかこういうの入ってるお弁当ないから、いや、じゃあ私これどうやって食べるのが正解？明太子ってどうやって食べるのが正解？使うなよ。え、これでもご飯に醤油かけるんですよ。なんかね、このだし醤油を、はい、かけるとよりうまくなる。へえ。だから海苔の方にかけた方がいいよってなんか書いてあったんですよ。うん、おいしい。うまいよね。明太好きにはたまらないですね。うん、
あ、うまい。あ、うん、だし醤油うまっ。え、かけよう。うん、海苔に合う。実は小山さんにはいろいろと日々の営業活動に助けてもらっていて、まあ、オリジナルの開発とかねするときに工場に見積もり確認してもらったりとかするのは、まあ、小山さんにお願いをしていたりとか、サンプル手配してもらったりとかしていて、結構無理なお願いを聞いていただいております。いつもありがとうございます。もううちの営業さんみんなわがままなの。いつも大変感謝感謝でございます。みんな満足してるんでしょうかね。気づいたらみんないなくなってます、ね。はい、さっきまでほぼ満席だったんですけどね、あちらの方も、うん、クレアクレアクレア、美味しかった美味しかった弁当、美味しかった。今の使おうね、ちゃんとね。あ、だいぶ卵甘めだね。甘いっすよね、うん、うまい。うん、まあこれは外してないね。うまい、うん、なるみやさん美味しい、うん、めっちゃ美味しい、うん、やっぱ食べるのって幸せですよね。そうだね、食べてる時が生きがいです。そうだね。食べれなくなったら ね、 もうね、死んじゃいます、ね。え、小山さんの生きがいって何ですか。え、生きがい。重めの質問で。もう50歳になって生きがい聞かれてもちょっと困っちゃうんだけどさ。この間の、ね、営業 Vlog で、あの 食べることが生きがいだって言ってたんですよ、私、うん、自分で、うん、だから他の人の生きがい聞いてみようかなみたいな感じ。もう折り返してるからね、こっち。あーあーあー、そっか。100歳まで絶対生きないし、もう不健康極まりないから弁当部長とかやってんだからね。食べたいもんだけ食べて。おいしくいただきました。早い早い。うまかった。でももう食べ終わったらすぐ次のことを考えなきゃいけないからね。早い。なるみやさんに浸ってる場合じゃないんだよね。え、牛タンメンチどうでした？牛タンメンチ、うーん、唐揚げの方がちょっと美味しかったかな。おただ殿堂入りしそうな感じではあるかなって感じですね、なるみやさん。これで俺がいなくなっちゃうとあり。食べたらとっとといなくなっちゃう。団らんの時間です。シビジャパンに入社して何年ですか。14年目。おお。あっという間でした。私が10歳の時です。早い。10歳。ずっと貧困ですか。ずっと貧困。あ、小山さんは思い出した。何も言ってねえみたいな。小山さんは弁当の仕事をしている部長さんではなくて、品質管理等を担当していただいている、部長さんです。なので、あの CB ジャパンの、まあ、こういった商品とかの、まあ、品質検査のなんか依頼をしてくださったりとか、あの工場にあのいろいろ指示をしてくれたりとかをしている品質管理部の部長さんです、はい、本当は。本当はね、はい。今頃。今頃。マジ今頃だよね。みんな多分気になってたと思うんですよ。本当に弁当なの？本当に弁当部長なの？多分気になってたと思うんですよ。どんな役職だよね。ちなみに弁当次長もいます。弁当次長の方は先に言っときますと、弁当次長ではあるんですけど経理部の次長さんです。はい、本当早く食ってくんねえかな。俺タバコ吸いたいの。ですよね。すいません、あのバンド食べるのが遅くてですね、喋ってると、あの喋るか食べるかのどっちかしかできなくて、はい、あのそれだけじゃなくて喋るか作業するかのどっちかしかできなくて、
あのまあいいや食べます、うん、完食です。だ食べながら喋んな。はい、美味しかったですね。美味しかったです。明太子好きの坂東にはたまらんでした。ありがとうございます、はい、どういたしまして。ではまた来月もお弁当紹介させてもらえたらと思ってますので、次はね小山部長になるか次長になるかわからないですけど、ちょっとまた次回の動画も楽しみにしていてください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。なんか仕事してる時呼んでも全然返事ないしね。さっきも2回ぐらい俺バンって呼んだのにね、完全しかと電話してんのかななんて思ってこう見たら普通にただこうやってだけ耳ついてんのかな。